ダイソーの100均グッズでエアコンクリーニングに挑戦。今回のエアコンは日立製の RAS シリーズ。なんと7年間も洗っていません。早速作業を開始しましょう。コンセントを抜きます。続いてアースを抜きます。使用したのはダイソーのドライバーです。6個の替え刃がついており、プラスドライバーとしてもマイナスドライバーとしても使える両頭使いのドライバーです。今回の分解では使用頻度が一番多いです。次にフロントパネルを取り外します。矢印方向にパネルを曲げます。拡大します。矢印方向に曲げます。矢印方向に曲げます。続いてルーバーを取り外します。真ん中、左、右の順で取り外します。真ん中を拡大しています。このように部品が取れます。取り外した部品はなくさないようにフリーザーバッグで保管すると良いでしょう。フリーザーバッグはダイソーのものを使用しました。左を拡大しています。マイナスドライバーで部品を取り外します。なくさないように保管しましょう。右を拡大しています。フィルターを外します。キャップを外します。このキャップを過去に何度かなくしています。ネジをドライバーで外します。見上げながらの作業になるので首が痛くなります。電気基板のカバーを外します。脚立を使うと楽ですよ。本体カバーを持ち上げるようにして外します。続いてルーバーモーターのネジを外します。赤矢印方向からエアコンを見ます。モーターを固定しているネジを外します。続いて側面のネジを外します。次に正面のネジを外します。コードを突起から外します。伝送部分をドレンパンから外します。ドレンパンを外します。めちゃめちゃ外しにくいので気をつけてください。ドレンパンからドレンホースを外します。赤丸の部分でドレンパンとドレンホースはネジでつながっています。ここで皆さんに謝らなければなりません。100均のドライバーが入らなかったのでオフセットドライバーを使用しています。これはAmazonで購入したものです。申し訳ございません。ネジを外したらドレンホースが外れます。続いて側面部品を取り外します。赤矢印方向からエアコンを見ます。ドライバーでネジを外します。アルミフィンの近くになるので触って曲げないように注意してください。マイナスドライバーで側面部品の固定部を外します。とんでもなく硬いので壊さないように、また怪我をしないように注意してください。ちなみに赤丸の部分が折れてしまいました。固定部が外れたら側面部品を必死に取り外します。続いて軸受けを外します。続いて送風ファンの固定ネジを緩めます。赤矢印方向からエアコンの送風ファンを覗き込みます。赤丸部分が固定ネジです。プラスドライバーでネジを緩めます。ネジは緩めるだけです。決してネジを取り外さないでください。送風ファンの固定ネジを緩めたら送風ファンを取り外すことができます。送風ファンはとても外しにくいので頑張って外します。続いてコンセントの防水を行います。ダイソーの養生テープを使います。養生テープは手で簡単にちぎることができます。コンセントを覆うように養生テープを貼り付けます。続いてアースを外します。プラスドライバーでアースのネジを外します。アースのネジをなくさないようにマスキングテープで留めておきます。使ったのはダイソーのマスキングテープです。マスキングテープは手で簡単にちぎれるので適当な長さに切って使用します。続いて赤丸部分の伝送部品の防水を行います。ダイソーのタオルを巻いていきます。伝送部品を覆うようにタオルで巻いていきます。伝送部品に水がかかるのはあまり好ましくないので慎重にタオルを巻いていきます。そして養生テープでタオルを固定します。続
続いてダイソーのマスカーを準備します。タオルの周りにマスカーを巻いていきます。ちなみにマスカーとはテープとビニールが一体になった養生に欠かせないグッズです。マスカーを巻いたらハサミで切ります。ダイソーのハサミを使用します。マスカーのビニールを広げてタオルを覆っていきます。マスカーのビニールを養生テープで固定します。続いてエアコン周辺の防水を行います。マスカーをエアコン周辺に貼っていきます。適度な長さにマスカーを切ります。マスカーのビニールを広げていきます。上下左右の壁が濡れないように隙間なくマスカーを貼っていきます。ちなみに壁のホコリを取っておくとマスカーのテープが貼り付きやすくなります。エアコンの上側は見えないのでとても貼りにくいです。大きな脚立を利用すると作業がとても楽になります。今回は100均グッズということで脚立を使用するか迷いました。肩車も考えましたが、私を持ち上げてくれる友達がいないことに気がつきました。次にエアコンを洗った洗浄後の汚水が流れる通路を作ります。マスカーをつなげて貼り付けていきます。隙間なく貼り付けないと汚水が漏れるので気をつけてください。マスカーを貼りつなげてバケツに汚水が流れる通路を作ります。バケツはダイソーのものを使用しました。ビニールとバケツは養生テープで貼り付けています。洗う前に内部の汚れを確認します。カビ汚れなどでだいぶ汚いですね。汚い環境から発せられた風を浴びていたんですね。まず全体にスプレー洗剤を吹きかけていきます。使ったのはダイソーのお風呂用洗剤です。表面のアルミフィンに洗剤を吹きかけます。内部にもスプレーを吹きかけていきます。ここまで来るともう後戻りはできませんよ。ブラシで汚れをこすり取ります。ブラシはダイソーのツインブラシを使用しています。ソフトとハードの2種類のブラシを備えています。選んだ理由はなんとなくお得そうだからそれだけです。ブラッシング時にフィンを曲げないように注意してください。エアコン内部のカビ汚れもブラシで落としていきます。アルミフィンで手を怪我しないように注意してください。洗剤が飛び散るので目に入りそうになります。ブラッシングが終わったら噴霧器で洗剤を洗い流します。ここで皆さんに再びお詫びしなければなりません。本当はこちらのダイソーの噴霧器で洗浄したかったのですが、どの店舗も品切れで手に入れることができませんでした。なのでこちらの噴霧器を使用しています。申し訳ございません。ホームセンターでもよく見かける噴霧器です。 Amazon で2010円で売っています。インフレで物の値段が上がっている昨今、2010円以上になっている可能性もあります。エアコンの内部外部ともに洗剤が残らないように水で洗い流していきます。こんなに水をぶちまけて心配になる方もいると思いますが、全然大丈夫です。たまには自分を信じましょう。もし水が漏れて大変なことになっていたら、自分を信じたことを反省しましょう。水はマスカーのビニールを通ってバケツに溜まります。バケツには汚れた黒い水が溜まっています。バケツの周りにはほとんど水漏れはありません。いや、ちょっと濡れてます。洗浄が終わったらタオルでエアコンに残った水分を拭き取ります。アルミフィンで手を怪我しないように注意してください。洗剤が垂れ落ちてくるので顔にかからないように気をつけましょう。エアコン内部の汚れは完全に落ちています。自分で自分を褒めてあげたいです。外部もかなり綺麗になった気がします。男前ですね。先ほど取り外したそれぞれの部品を洗っていきます。本体を洗った時に使用した洗剤を吹きかけていきます。そしてブラシで汚れを取っていきます。最後に水で洗い流していきます。洗った後は水分を拭き取り、しばらく乾燥させます。洗浄が終わったら組み立てです。まず送風ファンを取り付けます。
外す時も大変でしたが、取り付ける時もとても大変です。そして軸受けを取り付けます。軸受けの中央にシリコンスプレーを吹きかけます。ダイソーのシリコンスプレーを使用します。送風ファンの動きを良くするためにスプレーします。次に側面の部品を取り付けます。取り付けるのに四苦八苦してしまいました。心が折れそうになりました。きちんと取り付いているか確認しています。側面部品を組み付けたらネジで固定します。ダイソンのドライバー使えますね。送風ファンのネジを締めて固定します。この部分は動画の撮影を忘れてしまいました。申し訳ございません。続いてアース線を取り付けます。マスキングテープを外してネジで固定します。緩みがないかチェックします。続いてドレンパンを取り付けます。動画にはありませんが、ドレンホースとドレンパンをネジ止めしています。ドレンパンの取り付けはちょっと大変です。詳しく知りたい方は概要欄にドレンパン取り付けを説明している動画を貼り付けましたので、そちらをご覧ください。ドレンパンに配線を引っ掛けます。次に電装部を本体にネジ止めします。続いて矢印方向から見てモーター部品を取り付けます。モーター周辺部品を仮付けします。モーターをネジ止めします。側面もネジ止めします。本体カバーを取り付けます。ルーバーを取り付けます。向かって右、左、真ん中の順で取り付けていきます。電装基板のカバーを取り付けます。フィルターを取り付けます。表面のパネルを取り付けます。コンセントにハス線を取り付けます。コンセントを差し込みます。ルーバーが動くので注意してください。実際に動くか確認してみます。作動は温風で行うと内部に残った水分が乾きやすくなります。残った水が飛んでくるのでしばらくタオルをかざしておきます。カバーのネジ止めを忘れていました。ネジ止めして蓋をします。これで作業は完了です。今回使用した部品リストと金額です。合計で3570円でした。ダイソーの道具でもほぼ掃除できるなんてすごいですね。過去にかなり細かく分解清掃を解説した動画をアップしています。清掃に挑戦したい方は概要欄に動画のリンクを貼りましたので、そちらもご覧ください。